どうもキングコングの西野昭弘でございます今日はですね 原作脚本制作葬式が一番しっくりくるよというようなお話をしたいと思います。えー、本題に入る前にお知らせをさせてください。全国各地で講演会がございます。えっと、12月の4日は福岡でありまして、そして12月の9日が東京お茶の水でありまして、そして12月の23日が愛媛で、えー、それぞれあります。参加ご希望の方はですね、西野昭弘全国講演会で検索してみてください。えー そしてもう一点ですね。12月の2日からですね、これなんとなく週1ぐらいのペースで出ていくみたいな話を聞いておりますが、えチ、ー、ムニータウン DAO のですね、NFT プロジェクトがですね、新プロジェクトがスタートします。チムニータウンギフトという、 これ、ちょっと僕の肝入り案件で、あの、NFT の可能性の一つはこれなんじゃないかなと思っているようなことをですね、え、12月の2日からスタートしますんで、えー、興味がある方はちょっとチェックしてみてください。日本円で買えるようにしてみました。あの、NFT を。ちょっと難しいじゃない、色い々ろいろ。えー、なので、ちょっと日本円で買えるようにしてみましたんで、興味がある方はちょっとチェックしてみてください。えー、そんなこんなで、 え本題に入りたいいと思います今日はですね、原作脚本制作葬式が一番しっくりくるというお話を、えー、させていただきます。あのー、昨日ですね、ミュージカル煙突町のプペル大阪公演の仕込みの見学に行ってまいりました。 え、こちらはですね、佐藤さんがですね、デザインされた舞台セットがもう立て込まれていてですね、え、そこに、だからあれですよ、東京公演で皆さんが見たことがあるかもしれません、YouTube とかで。あのセットにちょっとプラスアルファして、劇場でかくなってますから、あれにちょっとプラスアルファされたいい感じのセットが立て込まれていてですね、そこに伊実さんの照明が入って、もうね、とんでもないことになってたよ。 ま、ここからね、演出の高橋くまさんがバランスを整えてくださって、もっともっとすごくなると思うんですけれども、えと、オルビッチ役の末谷さんとですね、スコップ役の安部さんも来られていて、僕ら3人並んでね、客席にもうすげえとかやばいとかしか言ってなかった。もうずっと言ってた。多分真面目に働いてる人たちからするとうるさかったと思います。本当すいません。 でももうね、めちゃくちゃすごかったです。えー、みうちがレントツマペンを大阪公演の仕込みの様子はですね、安倍さんのツイッターとかにも上がってるので、僕のインスタグラムにもちょこっと上がってるんで、えー、チェックしてみてください。これ、大げさでもみうちビーキでもなんでもなくて、この劇場のサイズでこんなのはですね、えー、ブロードウェイでも見れないです。世界中どこでも見れないです。いや、ほんとすごい。なんかね、 なんか、社に構えちゃって、俺はいいわとか言ってたら、ダメだよ。見逃しちゃダメだよ。これ絶対後悔するやつだから。よろしくお願いします。さてですね、えー、今回の大阪公演はですね、まあ僕らの中では、お任せするっていう挑戦が一つあったんですね。舞台作品を別のカンパニーに、まあお願いするときにですね、お任せするときに、えっ、ー、と、クリエイティブとですね、そして運営、この二つを任せることになるんですけども、 これがですね、一筋縄ではいかないんですね。特に今回はですね、運営の方で、うん、と聞いてた話と違うとか、あの、やっておくと言われていたことが、やってもらえてなかったっていうことがもうたくさんたくさん起きて、もう本当に大変でしたし、まあ今も大変なんですけれども、えー、そしてクリエイティブの方もですね、どうやってお渡しするかっていうのが大きな問題になっていました。 東京公演でやったものをですね、一言一句変えずにやってくださいとお渡しするのか、それとも思うようにやってくださいとお渡しするのか、これどちらにもですね、メリット、デメリットありますよね。そのままやってもらうとですね、クオリティは一定のところで守られるかもしれませんが、やっぱもうこう、任せられた側からすると、渡された側からすると、自分たちでクリエイトをした部分が、まあ少ないので、熱が乗らないと。 じゃあ、えー、好きにやっちゃってくださいっていう感じでお渡ししてしまうとですね。まあ、熱が乗るかもしれません。交渉で足を出て意見が出るから熱が乗るかもしれませんが、場合によっちゃですね、とんでもない地獄作品が出来上がってしまう可能性がありますよね。で、この塩梅をどうするかっていうことに、まあ、すごくすごく悩んでいたんですけども、最近ちょっと答えが見えてきてですね、 んと、カンパニーに渡すっていうよりも、えー、人に渡す、人に託すっていうのはいいなと思っています。まあ、それこそですね、えっ、ー、と、佐藤さんとか、伊日さんとかだったらですね、もう何回も仕事でご一緒させていただいていて、もうですね、何回も朝まで飲み明かしてますから、う、え、ん、ー、こんな感じでお願いします、みたいな感じで、え、お渡ししてもですね、そのシチュエーションごとの正解を、えー、出してくださるんですね。それこそ、 ウ十郎さんとの歌舞伎の時なんて、えっと、僕ずっと海外にいたもんですから、伊実さんと佐藤さんコンビに、まあ、ほぼ丸投げだったんですけども、これとても難しいね。もういろいろな、えー、伝統芸能ですから、いろいろな、まあ、ルールがある中ですね。え、とても難しい案件なのに、もう期待をこう、ぴょーんと飛び越えてきてくださったと。 やっぱり一緒に飲んで、一緒に喋って、こういう時はこうだよね、と延々議論してる時間が重要で、まあそういう時間を過ごした、まあ価値観を共有できた人にお渡しするのがですね、一番良くて、そう考えるとですね、ミュージカル煉突町のプペルを外の方にお任せする時はですね、 このスタッフさんを入れてくださいと指定するか、まあそういうスタッフさんがいるカンパニーにお任せするのが、まあ正解なんじゃないかな。まあ現時点での正解なのかなと思っています。今回の大阪公演だとですね、東京公演の演出女子を務めてくださった萌子さんがですね、監修という形で入ってくださったんですけども、まあ萌子さんはですね、僕のことをよくよくご存知なので、西野さんはこんな、 西野さんのコピペみたいなことを求めないと思うみたいなことをですね、お相手の方にこうズバズバ言ってくださるんですね。まあそれが分かっていたからですね、大阪公演のお話をいただいたときに、監修で萌子さんを入れてくださいって、こちらからお願いしたんですね。まああの、今回ですね、演出のイクマさんをはじめですね、大阪チームの皆さんとですね、まあ一緒にクリエイティブについてですね、まあゆっくり、えー、お話しする機会をいただけて、 やっぱりね、何百枚にもわたる利用規約なんかよりもはるかに深いところで、こういう時はこうだよねっていうのが、まあ、共有できました。まあ、そういったですね、コアの部分が、えー、共有できているとですね、例えば、今回のようにですね、劇場の形が違うとなってもですね、その時々の正解を探ってくださって、そしてですね、そこで出た答えはですね、きっと僕の好きな答えだと思うんですね。 まあそういった感じでですね、人に渡すっていう形を取った時にですね、じゃああの僕の仕事はどこにあるのかなと、渡した後の僕の仕事はどこにあるのかなみたいな話をですね、先日俳優の吉原光夫さんと喋っていたんですけども、僕ね多分あのー、原作脚本制作葬式っていう、まあ映画の時に取ってるポジションが一番しっくりくるな、 っていうことを最近思ってます。まあ自分でやってみるまでぶっちゃけですね、この政策葬式ってちょっとお飾り的な感じだと思ってたんです。ただの象徴であって、まあ実際には手を動かさない人なんでしょうみたいな感じ、ちょっとうがった見方してたんですけども。ですが、まあこれ人によってピンキリだと思いますけどね。えー、やってみるとですね、もう全然違って、まあ結局ですね、予算の管理なんかもするんですね。 なんならもうビジネスモデルから、えー、ゼロから作ってですね、例えば今回の大阪公演のようにですね、普段の舞台じゃ見れないような、えっ、ー、と、美術セットとか照明をもう可能にすると。あれやろうと思ったら、アイディアだけでは無理なんで、まとまった予算とかをどっかから引っ張ってこなきゃいけないみたいなこともやらなきゃいけないと。一方でですね、えー、監督、演出家の表現がですね、えー、これがつまらないオナニーになっていたらですね、いや、そういうのやめません、みたいな。 みたいな、その変化球とかもうやめませんかみたいなことを言うと。まあ、僕の場合はもう絵を描いて、こん,こんな、こんな良くないですかみたいな、もう絵をパパって描いたりするんですけども、みたいな感じでですね、制作組織って、もう監督演出家とですね、えー、プロデューサーのこのまとめ役みたいなところに、えー、立っていてですね、作り方と届け方の両方の、えー、バランスを、まあ、整える役目だったんですね。 多分僕はですね、原作と脚本を仕上げて、そこから先のクリエイティブは現場チームに託して、あとは裏で仕掛け人として立ち回るのが、まあ、一番いいパフォーマンスができるような気が、えー、今はしています。まあそのためにもですね。 任せられる人を増やす必要があると。そういった意味でも今回の大阪公演は本当にたくさん素敵な出会いがありました。本当に素晴らしい才能が揃っていて、とにかくもうめちゃくちゃいい感じになってるので、思う存分期待してください。ミュージカルレントツのプペル大阪公演開幕まであと3日でございます。オンラインサロン西田博エンタメ研究所では毎日記事を投稿しております。興味がある方はぜひ覗いてみてください。それでは素敵な一日をお過ごしください。キングコングの西田博でした。じゃあまたねー。 すいません。最後にお知らせをさせてください。こちらのお知らせはですね、えー、関係者の方に向けたですね、演劇関係者、メディア関係者の方に向けたお知らせになるんですけれども、 えっと、12月の2日ですね。だから、煙突町のブペルの、えー、大阪公演の初日の前の日ですね。12月の2日の16時半からですね。ミュージカル煙突町のブペルの大阪公演のゲネプロがございます。こちらに参加、えー、ご希望のですね、えー、演劇関係者、えー、と、メディア関係者の方いらっしゃいましたらですね。 えっと、ご一報いただけましたらですね、お席ご用意させていただきますので、まあ、こういった話をこのボイシーで案内出すべきなのかみたいな、そしてお前が案内出すべきなのかみたいな、そういったいろいろ気になるところはございますが、えー、ゲネプロ見学行きたいよという方、見たいよという、えー、関係者の方、これくれぐれもね、えー、関係者の方なのでちゃんと媒体名を入れてですね、ご一報いただけると嬉しいです。ホームページの一番最後の方にですね、お問い合わせ お問い合わせフォームがありますので、お問い合わせフォームというか、こ,こ、こちらまでメールくださいみたいな、ミュージカレントツ町のプペル大阪公園事務局のメールアドレスが出ていますので、そちらまでご一報いただけると嬉しいです。あの、バイタミンをきちんと入れていただけると嬉しいです。というわけで、ごめんなさいね、ボイスでこんなご案内させていただいて。 えー、12月のもう一回言います。12月の2日の16時半からですね、ミュージカル煙突町のプーペルの大阪公演のゲネプロがございますので、えー、見学希望の関係者の方はですね、ご一報ください。あ、そしてですね、まあ一般の方に向けるとですね、今日僕はですね、えっ、ー、と、今日っていうのは11月の30日ね、 の19時から21時まで、近婚日野の家、通称、見上げる家で、ミュージカル煙突町のブペルの大阪公演のチケットの手売りをしておりますので、こちら、えー、参加資格、えー、はですね、その場で、これくれぐれもね、その場でミュージカル煙突町のブペルの大阪公演のチケットを買ってくださる方、えー、に限ります。前から買ってたよっていう方は、なしでよろしくお願いします。もう、ついに家の中で手売りしてやろうっていうですね、 もう、殿様商売もいいとこですよ。もう、西野は動かないぞ。そっちから来いっていう、三金交代システムで <laughs>、チケットを手売りしようとしているっていう、あのー、ツーショット写真とか撮ってですね、家の中でね、なかなかほら、西野の家行ける機会もないじゃない。なので、僕多分酔っ払ってると思うんですけども、家の中でツーショットと写真を撮ってですね、えと、ー、とととお帰りいただこうかなと思っております。<laughs> 興味がある方はですね、えー、19時から21時までやってますんで、あのー、住宅街ですんで、静かに、えー、と入っていただけると嬉しいです。というわけで、えー、素敵な一日をお過ごしください。キングコングの西野明宏でした。じゃあ、またねー。